おはようございます、こんばんは、バディオです。さあ今日もウォーロボッツ皆さんと一緒に見ていきたいと思います。いや外れたねいや何が外れたかって、今日は土曜日なので、ギブアウェイの日なんですが、いや今回のプレゼントはね本当にね電波だと思ってました。電波なのでねいまいちなのかなと思ってたんですけど、いや嬉しい方に期待が外れたね。見ての通り今日は、特殊版イムギアルデンテイムギを5名の方にプレゼントしたいと思います。応募期間は今、下の方に書いてある通りですね、4月の5日水曜日の15時まで、日本時間で15時までとなってます。いつも通りですね、私自身が、会社から帰ってくるのがねもうちょっと遅いので、もうちょっと遅くてもねエントリー間に合うとは思うんですけれど、一応念のためにね早く、動画作り、始めることもありますので、4月の5日15時までに、皆さんふるって応募いただければと思います。で、今回のお題なんですけれど、あなたはすでにイムギを持っていますか、あなたはすでにイムギを持っていますか、これを今回のお題にしたいと思ってます。レベル1でも強化済みでも、どちらでも構わないですね。特殊版でもノーマルの、イムギでも全然構わないです。とりあえず、イムギを1体以上持ってるかどうかを、お尋ねしたいというのが今回のお題としたいと思ってます。実際ね戦ってると必ずっていうほどもうイムギとね戦うことになるんですね、今ジョイマッチの中では。だけど、私自身がね今これ1体しか持ってないんです。この1体っていうのはクリエイタープログラムに参加してるので、無料でね配布されたやつなんですね。だから普通であれば持ってない状態なんですね。だけれど上位マッチではほぼほぼ皆さん使ってるので、まあ実際のとこどれぐらいみんな保有してんのかなっていうのをねちょっと知りたいっていうのが今日のお題の聞きたかった、きっかけですね。まあ多分みんな持ってないんだと思うの。だから今日のねこのね特殊版イムギみんな欲しいんじゃないかなと思ってます。今回のお題は、あなたはすでにイムギを持っていますか。いつも通りですね、プレイヤー ID を半角英数字で正確に書いていただいて、応募期間内にエントリーしていただければと思いますので、皆さん、ふるって、ご参加いただければと思います。でね、まずは今回のお題 と応募方法をご説明したところで、ちょっと簡単にね、イムギの性能をちょっと今一度おさらいしておきましょうか。イムギは、もうみんな忘れてるかもしれないんだけど、ちょっと特殊なんだよね。強化、マーク1、マーク2、マーク3と強化するごとに、アビリティのですね、ボーナスが、変わります。通常の機体って、マーク2にしようが、マーク3にしようが、アビリティの、ね、効果って変わらないんですけれど、イムギからこういうようなシステムが導入されるようになりました。ここに書いてある通り攻撃のダメージボーナスが、5%、 マーク1で 5%、 マーク3で 15% まで上がります。この他にね、クールダウンとかも、レベルを上げるごとにねどん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 ねちっちゃくなってきますね。なのでマーク3に上げるだけの価値があるんです。要はマーク3にしたいってことは、このね三角のさ、アップグレードトークンっていうのを、買わせたいんだろうなっていうのは、運営の意図は見えるんですけれど、イムギからはマーク3に積極的にする理由が出てきましたっていうような性能なんだね。なんで、皆さんねこれをもしね今回の抽選で、手にした方、やっぱりねマーク3まで上げた方がいいと思いますね。特殊版なので体力とかはさ通常版よりも、全然強いと思うんですけれど、それ以外にマーク3に上げることでいろんな面でこう効果がねプラスアルファになりますので、この辺りはねちょっとね、無課金前には難しいかもしれないですけれど、多少なりとも課金をしててもねもう全然違うから、これ 10%、15% でねもうたかだかこれぐらいと思うけどね、戦ってる感じだとねかなり違いますね。そういうちょっとね特殊な性能を持ち始めた初めての機体というのがイムギだっていうことですね。はい。で、性能はねこんな感じなんですけれど、今日はねもうね尺的にもう、今日の野良戦一戦見ていくんですけれど、この子だと一戦見ていきます。出ていく編成は今ここで見せています、この編成で、出てってます。大きくね変わったのはちょっとねガチャ引いたんですね。見ての通りやっぱりね特殊版かっこいいので私も欲しかったんですよ。
で欲しかったので、少しガチャを引きました。であとね、54なのでもう次、銀ガチャの買えば多分ねもう確定枠まで引けます。でこれを取りに行く、副産物として、ついにですねこのイムギの、専用電波に2人目の電波のねこのねモニーク ルノルマント、これもう何回言ってもさ口噛みそうなんだけど、モニークルノルマントね、この女の子をゲットしてます。で今日はねこの女の子を使った戦いっていうのをちょっと見せていきたいかなっていう あれですね、戦いですね、野良戦です。で、前にも、イムギの戦い方を皆さんにはご紹介してます。敵の、赤いビーコンのところに、ワープゲートを置いて、で、その後その場から立ち去ってですね、敵が散った後にワープゲートを使って、そこに戻ってきてビーコンを決定していくとっていう戦い方ですね。これがあのね、マオリンの戦い方なんですけれど、この子ちょっと違いますよってお話はちょっとしたと思うんですね。で今日の、野良戦はその違う戦い方を、お見せしてます。まあ具体的に言うと単純にステルスになって、遠距離からの砲台になってるだけなんですけれど、まあ、普通の何の変哲もない戦い方なんですが、まあ、それが強いんですねこの子。先ほど言った通りマーク3にすると飛んでる飛行の間の、攻撃ダメージが 15% アップします。でルノルマントを使うことによってさらに 15% アップするね、この子の特殊アビリティがそうだから。なので 30% の、攻撃力が上がるんですね。で、攻撃力が上がるのでこのねロングレンジのこの幼児退治を使って、攻撃していくんですけど、もともとはそんなにね火力がない武器なんだけれど 30% 火力が増すとかなり化けます、はっきり言って化けます。でさらにねモジュールをね、ニュークリダブルのセットアップにしてるのでスタック95、溜まるとですね 76% の火力アップ。でさっき言ったように飛行時間の間は 15% ずつ上がるので、106% の火力アップですね。でさらに、ドローンでパラライシスを積むとオンリペアを使うと 10% の、火力が上がります。もちろんさ、これを積んでるだけで 7% の火力アップもするんだけど、もうとにかくね火力もりもりなので、ねダルトッキにすればもっと火力上がるからね。でダルトッキにしてないのはまあたまたましてないだけで、これからまたダルトッキも試すんですけれど、この子さパラライシスって、オンリーペア使うとさ40ポイントの DP ポイントを獲得するんですね、硬くなれるんですね。これがね割とこのモニークのさイムギって硬くなれてないので、まあ遠くから撃ってるにしても割とね打たれもろいんですね。だから今パラライシスを試してやってる最中なんです。あとはやっぱりね足が止まるので、打ち続けてると足が止まるので、まあそれもちょっと使い勝手がいいっていうところもありますね。まあどっちかっていうとこのイムギに対してはパラライシス、ダルトッキー、あとはビーク、まあどれがいいかはねちょっとこれから昨日これゲットしたばっかなんで、ね、このモニークがなんでこれからちょっと検証していきますけど、まあパラライシス割とね使い勝手良かったですねっていうような戦い方、まあ、を、今日は一戦見てきて、まあとにかくね、100% 以上の火力がアップしますんで、まあ、スタック95溜まってるからね、まあ、そのあたりのね火力の強さっていうのを見ていただけると、今日、ギブアウェイで手にした方っていうのはまあねマオリンじゃなくてもこういう戦い方も悪くないなっていうのはちょっとね感じていただけるかなと思います。あとねちょっと野良戦行く前にの一言だけちょっとコメントしとくね。このね特殊版の今回のねこのね今回の特殊版のこのイムギ、前から私がちょっと話してる通り、貫通バグがあるって言われてるんですね。クリエイター間の間に、でそういう具合に噂されてます、貫通バグがあるって。でもしね本当にね貫通バグがあるようだったら今回のねギブアウェイねやめようと思ってました。私バグのあるやつを皆さんにねプレゼントするのは私のちょっとポリシーに反してるのでやめようと思ってたんですよ。それで昨日ねかなりちょっと戦ってみて、まあ結構もういるんですね、もうこの特殊版のイムギが昨日そうね 5,6 戦はね登場したかな。イムギそのものは昨日も何十戦も戦ってるのでもう相当戦ってるんですけれど、まあ、上位陣ほとんど持ってるからね。だけれどこの特殊版に、まあ、合うのはまあ
4、5回か5、6回かそれぐらいは合ってると思うんですけれど、少なくとも私が、戦って確認した中では貫通爆が確認できませんでした。なので、私の中ではまだ、クリエイター間ではね貫通爆があるって言われてるけれど、私の中では貫通爆がないっていう今現時点での判断ですね。なので、ギブアウェイ企画をやってプレゼントされた方も、まあ実際には自分で確認してほしいんですけれど、まあ自分の判断で使っていただければと思いますね。私自身が現時点では貫通バグはないという判断で一応、考えてるというところだけお伝えしたいかなと思ってます。それじゃね、早速先ほど言ったように今ここに出てくる編成、で、戦ってます。もうほとんどね、火力を増したいがゆえにね、そういう映像を撮りたいがゆえにスタック95まで貯めなきゃいけないからさ、ビーコンをちょっと無視して後ろで持ってますけれど、まあ、戦い方はねあまりねおすすめできません。ただその火力だけは、まあ、スタック95まで行くとこんなにの火力上がるんだねっていうのだけをねちょっと見ていただきたいかなっていう一戦になってます。それではいきます。よろしくどうぞ。さあやっていこうか。バトルモードはビーコンラッシュだ。マップはキャニオンを引きました。まあ初手はねこのモニークを積んだですね、イムギで、出ていきたいと思います。まあねギブアウェイのためにさ今さ動画をさ何千回をやりながらさこう撮ってんだけど、まあねモニークやっぱ強いね。まあ想像してた通りだね。 これぐらいの火力出るからさ、どんどん溶けるから。あなんで投げるか反転大きいかな。あれとしてチャレンジャーだこれ。今もうほとんどこのネザーが復活してるんだよ。パンティングさよし。そして遠距離をよし。いやモリモリ回復しちゃうな、ね、パンティオンがまた出てきやがったからね。あやろネザーちょっとあいつやっちゃってくれ、やっちゃってくれ。おおちょっとよし足が止まった。頼むぞ。あとは俺はもうちょっとスタック溜めていくから。もう今54まで溜まってくからね。これぐらい攻撃するだけでもすぐ溜まんのこれ。よいしょ、ちょっと離れて。いやこの戦い方はね全然おすすめしないぞ。言っとくけど今日はさちょっとスタックを貯めたいがゆえにさこういう戦い方してるから。よし、そしてあれなんだ。よし、そしてモリモリ回復しやがった。あー俺のキルじゃない。真ん中なんか着地したね。あー2位だ、問題ないね。よし、そしてやっていく。これも俺のキルじゃない。マジか。いやもうねスタック95溜まってます。飛んだ瞬間に 106% アビリティじゃないや、アドリペ使った瞬間に 116% 火力アップするからね。いやそしてキル取っていく。よしお前は消えるタイプか。消えるタイプだ。あとちょっと 500m 以内はまずいやられちゃう。いや誘導にする。うわー美味しいとこ持ってかれるな。あー俺のキルじゃない。まあでもね見ての通りさ、モニークを積んだイムギってこうやって戦います。近く寄らずにこう距離を取りながらね、この距離でも言ったようにさ通常のさ倍以上の火力が出てるので本当に強いんですね。まあ人によってはさ何機も入れてる人はクオンタム積んでる人もいるんだけど、あんまりクオンタムねおすすめしません。やっぱりどっちかっていうとあれですね、アドリペ使って体力ものモリモリ回復しながら長生きする方がやっぱ活躍できるしあれかなと思いますね。あいつちょっとやばいな。ちょっとこの距離はやばいんだよ。あでも大丈夫だ。よし、そしてガリガリと削っていくけど、まああれはもうネザーに任せていいだろう。いや味方が強いからさ、まあちょっといい映像が撮れそうだけどさ、これ本当にダメだからね、これね。もう全くビーコン取りに行ってねえからさ、何の役にも立ってないよこれ。これは味方が強いから、こういう戦い方できますってということで。よいしょ。いやそしてあいつも消えるのか。あいつもビーク持ちだったね。あビーク持ちはめんどくせえな。あーちょっと待って、あれはなんだ。あーあれかルチャかなんかか。あんまり前上がらない方がいいぞ。あいつあの野郎うぜえ。着地したら絶対やるから。そしてダブルキルいただいて
よし、イージスぐらい剥がすよ。よし、あいつなんだ、あれが、マーズだな。あの野郎。よし、足も止まった。いやー、あいつモリモリ回復してるな、めんどくせえ。あーいつもう本当に最後まで粘りやがる。よし、トリプルキル取っていく。まあさ、あれだよ、アドリペな、イージスの、まあちょっとさ、手こずったけれど、まあそれぐらいの火力はありますよってことですよ。いいでしょ。まあちょっとここの場所は良くないね、でも。リスチの方がいいんだよね。あっちの方はね、車線通るから、ここよりもね、リスチの方がいいんだけど、リスチはでもね、あそこを攻められるとさ、結構やられちゃうんで、足を止めていく。それでだ。まあイージス張りながらですね。イージスっていうか、あれはね、あれを使ってます。ノースライト。母艦はノースライト使ってますね。まあもういいだろう。もう十分取った。もうなんか湧くと思いますけど、まあいいでしょう。ああ、音響か。めんどくせえですね。まあ一気に当たるさ。今日はね、エーテルにね、ダズラーランタン積んでますね。割と、音響じゃないよね。エーテルにね、音響外してダズラーランタン積んでるんですけど、これね、結構刺さりますよ。この射程をね、意識して戦いしてれば、まあちっちゃなマップ、ムーンとかはね、ダメなんだけれど、まあそれでもね、刺さりますよ。目つぶしする速度が速いので、まあ音響もね、目つぶしさえしちゃえばさ、もうただのさ、カス当たりになっちゃうから、そこらはね、意識してるわ。あ、まあ、あいつなんかすげえ持ってるな。上がってきなさい。あ、オッケーオッケーオッケー。で、俺はね、下がるからね、ここで。俺をやろうと思ったらさ、あそこでさ、あれをしないとダメなんだよね。足止めをしないとさ、ダメで。まあまあ、内蔵アビリティ使ったらいけると思ったんだけど、全然ダメだね。どんどん下がっていくから、もう顔出した瞬間にやるからね。まあ敵はもうイモるしかないでしょう。前は上がれない。そこはね、そこの俺がずっと睨んでる間はそこのビート取れないから。ああ、なんかこの距離でも当たんのか。あ、そうか、 600m だからね。また頼んどるわ。もう、まあ、あいつを牽制してずっとこう睨んどくから、あとはよろしくね。どうにもなんねえだろ、そこは。やられてもいいから出てくるんだよ、そういう時は。一か八かで、まあ一か八かでやっても絶対勝てないけれども、ナイスだね、ジジだね。まあこんな感じでね、遠距離ちょっとね、イモってますけれど、遠距離でね、かなりの火力が出ます。もしね、ギバーウェイでね、当たった方おられましたらですね、ぜひとも強化してみてくださいね。さあ、リザルトはこんな感じですね。まあ5キル1ビーコン、まあ全体的にはあんまりあれですけど、ほとんどイムギだけの成績だからね。まあこんな感じになります。はい、ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価いただけますと、励みになります。それじゃねー、またねー、じゃあねー。